女子共通 1500m 競走市内対抗の部が一組出発いたしました。本日は銚子市の総合体育大会と銚子記録会を同時開催という形をとっていますので、銚子市内の中学生は銚子市内の中学生で別のレースとなります。大会形式です。ただいま行われておりますのは銚子市内の中学生のみのレース。この中で8位までは優勝順位が決まります。先頭は銚子大学の関根さん。